トリック教会ですよって、カトリック教会のお墨付きでやってたんですよ。あ、だからドイツってカトリックの国じゃないですか、はい、だから法王の命令には逆らえないんですよ。あ、そういうことね。だから権力、あのカトリックと一緒にもう仲良くやってて、うん、だからその、うん、ナチスの上層部はなんかカトリックっぽくないでオカルトなんですよ、うん、あのなんかオカルトって言ったちょっと言葉がと、うん、いかにもムーンみたいなうさんくさい話なんですけど、うん、オカルトっていうとラテン語でオカルタ、あの隠されたものって意味なんですよ、うんうん、だからそういうふうなその隠された知識系の、うん、そのキリスト教のメインストリームに外れたユダヤ思想とか、うん、タルムードとか、うん、あのそういうふうに占星術とか、うん、錬金術とか、うん、あのあたりまとめてみんなオカルトっていうんですよ。ヨーロッパのキリスト教以外の非メインストリームの思想、うんうんうん、だから今やったらもうホラー映画みたいな意味になっちゃってるけど、そう、それを言い出したのはコニー・ウィルソンっていう人なんですよ、はい、それがオカルトっていう本を書いてそういうのをまとめて、うん、そういう怪しげなもん、みんな UFO とかみんなそんなまとめて書いたんですよ、うんうん、クソもミソも一緒みたいな。そう、だからコリウィルソンが悪いんですよそうなんだ、はあ、なんかすごい、なんか面白い。面白いですか、うん、だからそのだと大本教にも、うん、あのユダヤ陰謀論ってあるんですよ。あ、そうなんですか。ユダヤ人が世界を操ってる、うん、あのパリサイ人もいるって、うん、ちょっとサンヘドリンって古代ユダヤの組織ですよ、うん、あのハスモン家っていうローマ帝国にも尻尾振ってた今の自民党政和会みたいな、うんうん、あの売国の、はい、売国の48みたいなBKD48 みたいな、うん、どうだったんだ。まあ、そのハスモン家っていうのが、うん、その集会っていうのギリシャ語のサンヘドリン、はい、それがキリストをいじめたっていうか、でもキリストって、うん、ユダヤ原理主義者なんですよね。あ、ちょっとそこまで言い出すと時間がないから、はい、またその話は後ほど、はい、で、どうぞ、はい、じゃあもうとりあえずここで一旦休憩させていただきます、はい、あの陰謀論が陰謀論真の方々が、まあ、ユダヤの陰謀論というのは一面の真理は通じるけど、それだけじゃなくってバックにはもうキリスト教勢力がいるんだよってことは。そうです。だからユダヤ様に、うん、そのなんでユダヤ様はこんな金権、うん、金融の権力を持ったのかというと、あの今からその900年前のラテラの公会議っていう、あのキリカトリックの公会議があるんですよ、はい、そこでその決められた項目が、あのカトリック の、 あの今の性犯罪の温床になる独身性の強制、はい、もう最初から独身性じゃないですよ、はい、それとユダヤ様だけに金融特権を許しましょうって、はい、そうやったんですね。そうそう、例外としてテンプル騎士団とか、はい、北イタリアのロンバルディア人とかがその金融業みたいなのをやってて、はい、そのそういうその認可事業だったから、はい、でも そのことをあのもう陰謀論者の言葉ちょっと言っても絶対なんかもう答えないですよね。答えないですよ。なんで認可、ユダヤ様に餌、じゃあユダヤが悪い言うならユダヤ様に餌やったのは誰だろうって、うん、なんかそれ言ったけどなんか無視されたとか言ってね。そうそういうところがある。そしたらそんなのね、で、うん、あのそんなの言ったら、うん、あの私下手するとリチャードさんからは、うん、こいつ統一教会の工作員扱いだと私は統一教会だわけないだろあんたネット力じゃないわいってそうだったんだ。すぐ何でもかんでもあの小吹さんが、うん、のもうマッコウモグラさんを、うん、あのリチャード・コシミズ の、うん、その、 あの小吹さんっていうのはリチャード・コシミズさんのなんかもう片腕のサポートとやってた人なんですね。そう、それをモグラさんに、うん、あの工作員であって統一教会のえ小吹さんがあのもぐらさんを悪口言ったの。はい。ああそうなんですか。ひえー、そういう構造があったんですね。あだからそれじゃあ俺が D ロックフェラーの、うん、あの後輩の在日右翼に見えるかいって、うん、あのもぐらさんが切り返したんですけど、うん、リチャードさんにあの質問状を叩きつけたんですけど無視されたらしいんですよね。うん、そうなんだ。私ねあのこれ本当個人的な話なんですけどね、うん、あのリチャード・コシミツさんのところがリチャード・コシミツさんがね小吹さんをいじめてで京都 あの幹事さんもいじめたからねもう退会したんですけどね、その後でまあ京都の幹事さんに会いましょうかって言って会ったらねもう泣き顔でありがとうってもうすごい感謝してその人いい人だったんですよ。で小吹さんと会ったらもうなんかもうこの人はもうなんか
ない人でもう大喧嘩になってしまいまして、だからかわいそうだけどあの人は人と接するも悪くない人だったんですね。だからその、うん、そういうリチャードさんに、うん、そういう言ってるのもちょっと無視されるか、うん、あと例えば大大根さんみたいに、うん、あの西部紙幣の話を送ったら、うん、その西部紙幣ってもちろん陰謀なんですけど、うん、そういうふうな、すぐアクセス禁止になって、他にも、うん、リチャード節目のところで、うん、例えば西部紙幣じゃないけど、うん、そういう話をしたら、またアクセス禁止になった人がいるんですよ。あ、やっぱりなんか、特定の勢力があるんですね、裏には。あ、そうですよ。だって、こんなに陰謀論やってて、うん、D ・ロックフェラー勢力には睨まれたけど、うん、なんか特定 の, その左の陰謀論者をスルーしまくってて、うん、そんなん、うん、ただで済むわけないですよ、うん、そうなんだ。だからまたこの話はね、世界を支配する勢力というのが大きく分けて2つあること、あと在日勢力にも分けて2つあることとかね、そうです、そういうことをまたいつかじっくり語っていただきたいんですけど、今日はちょっとなんか時間がないので、とりあえずここでなんか一休みさせてもらいますけど、はい、これが好評やったらね、なんかもうシリーズ化できたらいいんですけど、はい、でも本当その構造を知らないと本当に特定のね差別や偏見や、うん、そういうのに染められてしまうから、そういうことで本当に注意してくださいってことは言わないといけないなと思いました。だからこのバチカンというのが意図的に何でもかんでもユダヤ人に悪事を押し付けて、ユダヤ人が悪い悪い悪いって言って、その自分たちの汚れ仕事をやらせてるのに、警察が例えば在日が極悪な真似しても助けてって逃げても警察はなんか取り合わない、そんなもんなんですね。そうなんですよ。だから警察が言うことはないんですけど、在日がこんな裏社会を飲み屋でもソープでも何年支配してる、こんな在日が汚いようなことやっててっていうようなもんなんですよね、うん、飼い主さんがそのから叩かれてるっていう、うんうん、そうですよね、わかりました。とりあえずこれでなんか今何度かな忘れたけど、ちょっと一休みしてまた休憩して、はい、再開させていただきます。次はあの話をもうぜひお願いしたいですわかりました、はい。きなこさんと、うん、もう一回あげてくれた、リツイートしてくれたです。きなかなかいい感じで乗ってきたですね。よかった。ちょっとご飯食べますっていうかこれで